開始してよろしいんでしょうか。はい、それでは抹茶主催インバウンドサミット2021東京エリアセッションアートで街を育てる広報視点のインバウンド戦略、これより開始させていただきます。終了予定時刻は16時20分となります。はい、改めましてセッションオーガナイザーを務めさせていただきます寺田倉庫広報担当脇山彦と申します。スピーカーには今高まりつつアートのパワーを借りてシティブランディングに注力されている、企業の PR 担当にお集まりいただきました。皆さんご一緒できて嬉しいです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さて今日は、日本全国からオーディエンスが参加されていますので、スピーカーの皆さんは軽く自己紹介と所属企業の取り組みなどについて教えていただければと思います。それでは早速始めましょう。六本木エリア代表森ビル株式会社タウンマネジメント事業部マーケティングコミュニケーショングループチームリーダーの渡辺萌一さん、お願いします。はい、脇山さんどうもありがとうございます。森ビルの渡辺と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは森ビルについて簡単に紹介をさせていただきます。森ビルはビルという名前がついてますが、都市を作り都市を育む会社です。大体今1600名ぐらいの社員がおりまして、約100棟の建物を運営しており、そこに約3000ほどのテナントの企業に入居いただいています。創業以来複合用途そして共同事業で都市を作ってきました。特にですね、私どものプロジェクトの多くっていうのは東京の都心部にあるというのが特徴です。現在東京の港区の虎ノ門と隣接する虎ノ門麻布台2つの大きなプロジェクトを進めておりまして、いずれも2023年に完成する予定です。このような私たちの都市づくりの根底にあるのがバーティカルガーデンシティという考え方です。こちらはですね、オフィスとか店舗とか住宅あるいは交通インフラといったような都市の機能をこう垂直方向に積み重ねて集積して空いた地上部を緑化する、そういうまちづくりの考え方です。このようなまちづくりの考え方で都市を作っているのですが、その時に大切にしているテーマが安心安全環境緑そして芸術文化という3つのポイントです。特にですね、都市に人や物、そういったものを引きつける呪力として、文化、芸術というのは欠かせないと考えておりまして、特に力を入れております。ですから私たちの町では、どこでもそれぞれの町に合った文化的な体験というのを提供しております。その中でも代表的なのが2003年に文化都心としてオープンした六本木ヒルズです。六本木ヒルズではですね、その時はまだそこまで身近ではなかった現代美術を扱う森美術館を54階建てのタワーの一番上のところに設置をして、そこから最先端の現代美術というのを発信し続けてきています。今ではアジアを代表する現代美術館として認識されていますし、六本木ヒルズ自体にも世界で毎年世界中から4000万人ぐらいの方をお迎えしておりまして、トラベルディスティネーションとしてもかなり定着をしていると考えています。他にもですね、例えばチームラボと共同して森ビルデジタルアートミュージアムチームラボボーダレスというのをですね、2018年にお台場にオープンいたしましたが、こちらは1年間で230万人くらいの方に来ていただいており、その中の大体半分ぐらい 50% が外国からのお客様となっています。このような私たちの取り組みというのは、他の再開発プロジェクトにも広がっております。本日はこのような視点から、アートで街を育んで、そしてどのように PR をしていくのかということを皆様と議論していきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続きまして、丸の内代表、有楽町エリアより、三菱地所株式会社、広報部マネージャーの酒井ひろ子さん、お願いします。はい、三菱地所の酒井です。本日機会いただきましてありがとうございました。弊社からも 3,4 分程度で、紹介させていただきたいと思います。一言で言うと弊社まちづくりをやっている会社です。世間ではですね、三菱地所は丸の内の大家さんと言われることが多いんですが、実は営業収益の7割は丸の内のビル以外で稼いでおりまして、
まあ、事業エリアは北海道から沖縄、まあ、海外は欧州、北米、アジア30カ国以上で展開しています。まあ、事業ポートもですね、オフィス、住宅からデータセンター、発電まで、いろいろ手掛けておりまして、まあ、スタートアップ支援もですね、未来の創業、未来の産業を作るという意味で力を入れています。で、特徴は、まあ、時代ですとか社会の要請に応じて街をはじめビジネスモデルそのものを変えてきたということです。まあ、例えば丸の内。まあ、近代日本の幕開けの頃にはですね、まあ、経済インフラとなるビジネス街を初めて整備しました。まあ、高度経済成長期にはオフィス需要の増大に応えて床を増やしました。まあ、経済がまあ成熟して精神的な豊かさが求められる頃ですね、まあ、文化、商業、教育などまあ多機能な街づくりの方向に変化させています。で、こちらがまあ弊社のアートなどの取り組みです。で、まあ、いろいろ継続してやっていますというスライドになるんですが、まあ、丸の内の目抜き通りにパブリックアートを展示始めたのは1972年からです。まあ、1990年頃の社内資料にはすでに、町を構成する重要な要素としてアートという文字が明記されています。まあ、2002年竣工の建て替え後の丸ビル、こちらはアート作品を散りばめたビルとして設計されましたし、町全体が美術館として楽しめるようになっています。弊社のですね、取り組みの特徴は、街や通りを使って面的に実施しているという点です。まあ、必然的にですね、取り組み体制が、まあ、連携型が多くなってきます。まあ、全ての事業においてそうだと思うんですけれども、まあ、街づくりもですね、まあ、弊社単独でできずに、まあ、行政、地権者、まあ、企業、個人など、まあ、相互にですね、作用し合うオープンな街づくりとして、まあ、いろんな方々とご一緒にやらせていただいているところです。まあ、アートに関する取り組みもですね、まあ、JR 東日本さん、日本郵便さんが、まあ、ギャラリー、博物館を設けてくださったり、まあ、イベントの実施についてもですね、エリアマネジメント団体など、まあ、関係者一体となって街を盛り上げています。今はですね、世界各国から人が訪れる街になってまして、まあ、休日のですね、来街者数2002年から2018年で、まあ、約3倍に増加しています。こちらは三菱1号館美術館です。美術館も運営しております。まあ、財団等ではなくてですね、デベロッパーである当社の直営ということが特徴です。まあ、平常時はですね、年30万人から40万人ぐらい来館されてましていただいてまして、町へのシャワー効果というふうになっています。で、こちらは最近やっていることなんですけれども、文化庁の、まあ、実証実験アーティストインザオフィスにも協力しました。政府も未来投資戦略会議などで、まあ、アート支援の形を、まあ、補助金とか寄付金の支援だけではなくて、まあ、アートを活用した、まあ、経済活性化という方向に舵を切っているということを皆さんご存知かもしれませんが、まあ、こちらは内閣官房と文化庁が文化経済戦略を策定していまして、まあ、その中で文化と経済の好循環の実現をする、まあ、経済人と、まあ、アートの担い手の交流を促すことでビジネスに好影響が出る可能性のようなものを、まあ、探るというものに参加しています。それが左側ですね。で、右側、これは自主的にやっていることなんですが、まあ、連動する取り組みでもあるんですが、まあ、アートとオフィスを融合したスペースというのを作っております。ライブペインティングなども導入しています。で、まあ、弊社のアートの取り組みなんですが、すみません、勝手に目的を分類しました。で、そもそもアートって何っていうところなんですけれども、まあ、アートは人類にとって最も古い道具の一つなんじゃないかなと思っていまして、まあ、例えば人類にとって古い道具というと、食べるとか飲むとか身を守るとか生きるための道具、もしくは音とか言語とかコミュニケーションを取るための道具などもそうです。で、古い発掘された道具の中に、まあ、機能とか宗教儀などでは説明できない装飾、まあ、例えば美とかアートとかそういったものが盛り込まれているということを多くの文化人類学者の方がご指摘されています。まあ、おそらくアートというものは綺麗とかすごいとか怖いとか、まあ、何かしらの人間の情動ですね、心の震えが形になったもので、まあ、人類に情動とか感情が生まれた時からずっと寄り添ってきているのではないか、まあ、そういう意味で右の下に人類の根源的な要素というところを書いております。で、アートの効果ですが、まあ、心を豊かにするとか、まあ、コミュニケーションの手段など言われますが、町やビジネスにアートが大事だなと思うのは、まあ、新しい何かが生まれるきっかけになるというところです。まあ、科学者、ジャーナリストもそうですが、まあ、アーティストも、まあ、前例とか常識とか、まあ、そういったものにとらわれず、まあ、本質を見つめて世界や物事の新しい見方をしようとする人たちです。まあ、従来の人から見ると、まあ、異物混入に感じるかもしれないんですが、まあ、それが革新や新しい未来を生む、
まあ、そういう要素はビジネスにおいても社会においても重要な視点、まあ、つまり三菱地所は街づくりでアート、街づくりとアートで新しい未来を作っているんじゃないかというふうに思っております。で、まあ、よく言われることなんですが、小説とか戯曲とか物語とか8割は異物混入で始まるストーリーだと言われています。まあ、ある日川に桃が流れてきたり、ある日少年が少女に出会ったり、ある日突然自分が雲になってしまう、違う何かと、まあ、出会うことで未来のストーリーが始まっていく、まあ、旅の目的もいつもと違う何かを出会いを求めている、まあ、その扉を開くのが一つがアートというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。ちょっと個人的見解がすごい個人的に可愛らしいなと思います。では続きまして、羽田空港ビルディング株式会社広報ブランド戦略室次長の馬場由紀子さん、お願いいたします。はい、日本空港ビルディング株式会社広報の馬場と申します。よろしくお願いいたします。それでは、当社は羽田空港の旅客ターミナルビルを建設管理運営している会社となります。簡単にご説明させていただきます。まず羽田空港は国管理空港であり、滑走路などの土地は国が管理し、当社は国からその土地をお借りして旅客ターミナルビルを管理運営して、成田中部関空伊丹の会社管理空港とは異なる運営となっております。で、3つの旅客ターミナルビルと井桁の4本の滑走路がある羽田空港の総面積は約1516ヘクタールございまして、これはほぼ渋谷区と中野区と同じ大きさとなっております。で、こちらはコロナの影響で激減した2020年歴年の旅客者数となります。羽田空港は3000万人となり、日本で1位であるものの世界においてはトップ10にも入れなかったということです。これはその前のコロナ前の2019年の歴年のグラフですけれども、本来ならば羽田空港は8500万人の旅客者数となり世界第5位ということを誇っておりました。ちなみに羽田空港の従業員はおよそ8万7000人おりまして、単純に換算すると1日約23万人の人が行き交う場ということになります。で、皆さんが気になるコロナの収束はいつ頃なのかということですが、IATA 国際航空運送協会によると、2019年頃の旅客需要にまで回復するのには、国内線では2022年の春頃、国際線では2023年頃というふうに予想されております。で、羽田空港は国内線において48路線が就航し、国内航空ネットワークの最大拠点となっておりまして、国際線においては53都市58路線が就航し、国際航空ネットワークの主要拠点でもあります。航空需要の増加とともに国による発着枠が増加して、羽田空港はどんどん発展してまいりました。で、それに合わせて当社は旅客ターミナルビルを増改築して備えて、おりました。そして2021年東京オリパラに備えて、7月ですね、来月には第3ターミナルの新ビジネスジェット専用ゲートが供用開始となります。今後富裕層ビジネスとかも楽しみとなってまいります。そして何といっても羽田空港は都心へのアクセスが大変良いことが利点となっております。2029年には JR の羽田空港アクセス線が開通し、東京駅まで直通運転で約18分とさらに便利になる予定になっております。で、羽田空港は政府目標の2030年インバウンド4000万人を達成するためにも、この4つ、首都圏の国際競争力を強化、地方を元気に、より多くの外国人観光客をお迎え、東京オリパラを円滑に開催というのを直近の課題としております。羽田エリアということであれば、羽田空港跡地の第一ゾーン、羽田イノベーションシティにも触れておきます。ここは羽田未来開発、旧社がジョイントしているんですけれども、当社も参画して、街づくりをしております。先端と文化の2つを街のコア産業として、先端技術の実証実験の取り組みやジャパンカルチャー体験の機会を提供する街づくりを推進し、日本初のスマートエアポートシティを目指すというものです。また、羽田連絡道路を結ぶ橋の工事が21年度末頃完成すると、対岸のライフサイエンス分野の最先端研究機関が集まる川崎の殿町地区キングスカイフロントというところと結ばれ、地元では空港と一体的エリアとなることが期待されております。2022年開業予定となっておりますが、ちょっと延期になりそうですけれども、ここが完成すればアートテクノロジーセンターもありまして、アートイベントなどは羽田空港周辺エリアにおいて開催することも可能となります。ここで、
羽田空港とアートについてちょっとお話ししたいと思います。もともと羽田空港では1993年頃から若手芸術家を応援するために無償で場所を提供して設置することにより多くの人々の目に触れる機会を創出してきました。そんな中のお一人が千住博氏でした。第2ターミナルでは設計段階から千住先生にアートディレクションを依頼し随所に作品を展示するとともに、実はあまり知られておりませんが BGM として千住プレイズ千住フォーシーズンズという曲がマーケットプレイスゲートラウンジロビーで実際に今も流れております。これは千住明氏が兄博氏の作品から着想を得て作曲し千住真理子氏がバイオリンで演奏という千住三兄弟の共同作品となっております。でさらに第2ターミナル本館南側の増築時の商業施設には The Art of Hospitality おもてなしをアートの領域にというコンセプトのもと世界中から一脚一脚スタイルの違う260点以上のチェアやテーブルを集めて設置しさらに日本の空港として初となるミュージアムディスカバリーミュージアムを開設したりも したのです。このように羽田空港ではアートを施設や空間の一部として配置し訪れたお客様に触れていただく、感じていただくということを実はかなり前から行ってきたことをお伝えしたいと思います。以上となります。はい、ありがとうございます。そうしましたら、最後寺田倉庫、脇山からご案内申し上げます。はい。映っておりますでしょうか。はい。はい。ちょっと全画面共有に時間がかかって申し訳ありません。はい。寺田倉庫はですね、品川区天王洲地区を拠点とする倉庫会社です。従業員は130人ほど。ですが、その多くが何らかの形でアート事業に関わりを持っているというユニークな倉庫会社です。私たちは物だけでなく価値をお預かりするという理念に基づき、ワイン、アート、メディア、建築模型などをお預かりし、その価値を次世代に継承するための保管事業に取り組んでいます。また、これらを最適な環境で保管するだけではなく、個品管理もできるオンラインストレージの開発、提供を行うことで、いわゆる成熟産業といわれる倉庫業でありつつも、他社との差別化を図っています。そして、当社が拠点とする天王洲は、羽田空港からのアクセスに恵まれ、また品川駅から徒歩圏内にありながら水辺空間と現代アートを体感することができる貴重なロケーションとされておりまして、その来訪者数は年々増加傾向にあります。幅広い用途にご利用いただけるイベントスペースはウィズコロナに対応したライブ配信システムを完備しておりまして、ホームページに掲載されているだけでも13スペース、その面積は延べ6000平方メートルに及びます。左上の一番大きな倉庫空間なんですけれども、かつて世界で記録的成功を収めたデビッド・ボーイ大回顧展だったりとか、スター・ウォーズ・アイデンティティズ・ザ・エキシビジョンの開催地であり、今年はバンクシーって誰展の開催も決定いたしました。このように魅力的なコンテンツの開催地として選ばれるようになったことが、天王洲の来訪者が年々増加している理由の一つと言えます。また当社は1975年より美術品保管を開始しておりまして、そこから美術品の修復修理梱包輸配送展示といったサポート事業を広く発展させてまいりました。2012年以降は新進系の若手作家支援を目的としたアートアワードの主催や画材ラボミュージアム、14ギャラリーが入居する日本最大のギャラリーコンプレックスレンタルアトリエなどの施設運営を通じたアート関連事業にも精力的に取り組んでおります。はい、このようにアート作品を守り、生かし、増やすサービスを生み続ける中、昨年12月には現代アートのコレクターズミュージアム WAT をオープンいたしました。これは寺田倉庫がコレクターからお預かりし、保管している、作品を公開。その価値と魅力を広く発信することをミッションとしたミュージアムです。付帯施設であるワットカフェではお食事をお楽しみいただきながらアート業界の未来を担う作家の作品を鑑賞購入することができます。そしてこれらの施設は文化庁観光庁両庁による文化観光推進法のもと民間企業で初めて事業採択を受けました。寺田倉庫はこのように芸術や文化を発信する施設運営を通じてアーティストコレクター
ギャラリーなど現代アートの主たるステークホルダーをはじめ、より広いアートファンが集う街づくり、アート市場の活性化に取り組んでいます。以上です。はい、それではいよいよパネルディスカッションに移行させていただきます。はい、冒頭で青木さん、アトキンソンさんもお話しされたと思いますけれども、コロナ禍のもとインバウンド業界は未だかつてない危機に直面しておりまして、まあ、2019年にはなんと 4.8 兆円あった市場が消滅しました。そして今コロナワクチンが急速に普及し、半年以内で起きるであろうインバウンドの再スタートに向けて、今何ができるのかを徹底的に議論し形作るフェーズに差し掛かっています。まあ、世界の国際観光が急速に戻りつつある中、そのアートに資する観光資源、地域そのものが持つ魅力を発掘することで、まあ、企業としての強さを高め、来るべきインバウンドの再スタートに向かって準備をされている皆さんのお知恵と知識を今日は集約させていただいて、結論にリードできればと思います。渡辺さん、これまで当たり前だとされていた価値観や習慣、その社会行動がすごく変容して、その社会と企業と個人をつなぐ広報 PR の役割ってますます重要になってきていると考えているんですけれども、はい、森ビルさんの場合はその文化芸術を都市づくりの核というかミッションの一つに掲げられてますよね。はい、で、まあ、渡辺さん、このメンバーの中でもおそらく一番その、まあ、アートの中に深く沈み込んでいらっしゃってあの森美術館の展覧会だったりとか、その多角的な文化の活動に従事されていると思うんですけれども、はい、なんで今アートなんでしょうかということを私たちを代弁して語っていただきたいんです。ありがとうございます。非常にこう、なぜアートなのかってやっぱりとても大きな問いかけなので、大きな質問いただきましたが、まあ、私が思うこと2つありますので、それをちょっとお伝えしたいと思います。一つは、まあ、我々というかアートを取り巻く環境のお話です。さっき脇山さんからも酒井さんからも会社概要の説明の中でもあったかと思うんですが、やはり今の社会ってもうものすごくもう成熟していると、そうするともう製品やサービスというのはその機能自体での差ってなかなかない、そういう中でやはり皆さんこう感性的な価値、感性価値というものに非常に興味を持たれているということがあると思います。で、一方で人間にこう目を向けてみると、人間ってこう意識の 95% これはもう認識できない、すなわち 5% ぐらいしか言語化できてないと言われていますので、残りの 95% の非言語領域、そこの価値というのも非常に高いというふうに思っています。そのような中で今も地球規模の課題に我々かなり直面をしています。その中でやはりそのアートが果たす、まあ、コミュニケーションや表現の手段として果たす役割というのはすごく大きくなってますますいくだろうということが一つです。で、もう一つなんですけれども、これはアートとかアーティストとこう対峙する価値、これはぜひお伝えしたいなというふうに思っていまして、例えばもう街を作る、そこの街にパブリックアートを設置すると、想像してください。その時って、アーティストに、一緒にこう作品を作っていくわけですけれども、アーティストはもうまずその、街の歴史とかプロジェクトの背景とかそういうものをこうものすごく勉強、するわけですよね。で、その過程で当然我々もアーティストとその、一緒になっていろいろ議論をしていく。そうするとですね、みんながこう持っていた思いとか、課題とかそういうものがこう構造化されていくと思います。で、そのプロセスでみんなこう志というようなものを、シェアできるということが、一つ大きな価値だと思いますし、そのようにして、議論を重ねたものを今度はアーティストはですね、作品として抽象化していくと、そういうプロセスを経てできた作品というのはやはりその街とか場の物語に非常にこう結びついているものですし、作品としての強度も非常に高いと思うんです。で、そうすると、やはりそれが人々を引きつけるし、皆さんがおっしゃるように最終的には、観光資源にも資する、そういうことになるんじゃないかなというふうに思っている次第です。パーセントだけなんですね
そうなんですって。なのでやはりそのアートがコミュニケーションの手段って言われるように、結構まあこの20年ぐらいずっとなってると思いますけれども、そういう 95% を表現するものとしてはかなり可能性があるのではないかと思います。ありがとうございます。その、まあ、萌さんのアート領域におけるご経験に紐づいたコメント、素晴らしいなと思いました。アートってでも一文字で言っても、はい、私たちの場合は割とその現代アートっていうイメージが強いかもしれないですけど、うんうんうん、その今お話をお伺いしてて思ったのは、そのいわゆるその街中のパブリックアートだったりとかストリートアートだったり、その、まあ、ひいては工芸品とか、もっと抗議に捉えたアートってたくさん考えられると思うんですよね。でそういうふうに捉えていけば、そのインバウンドの、まあ、磁力になりうる観光資源っていうのは日本全国に溢れてると言ってもいいじゃないですかね。もう本当にその通りだと思います。そのアートが観光資源になっている例って日本でも、かなりビエンナーレとかトリエンナーレとかで例があるし、まあ、美術館でも、ね、結構ありますよね。まさしくその通りだと思います。ありがとうございます。そっか、観光資源、地域資源。でそこでいうと、三菱地所さん、酒井さんは、その魅力的なその観光資源だったりとか、その地域資源、アートを通じて街の価値を再構築されてますよね。で、東京が世界から選ばれる街になるためには、今何が求められてるんですかね。そうですね、おそらくそのグローバルな都市間競争の中におけるその都市の魅力、あとその元来町の魅力って何かなって考えた時に、そのシングルイシューじゃないっていうふうに思うんですよね。まあ、複合力になってくると思うんです。というのも、まあ、都市の価値観がまあ多様化してますし、まあ、それぞれまあ心の金銭に触れるものが違うっていうので、その、まあ、いろんな切り口を用意していくのがいいのかなと思うんですよ。人によってはその文化交流でアートがいい方もいれば、まあ、経済がいいっていう方もいれば、まあ、自然環境、きれいな空気がいいっていう方もいれば、まあ、交通ですとか安心安全ですとか、まあ、逆にその混沌とした雰囲気が好きですって言ったようなことも魅力の一つになるのかなと思ってまして、でインバウンドであればそのエキゾチックな、まあ、風景とか体験とか食事とかで、都市観光であれば、まあ、アートとか建築巡りとか、まあ、ショッピングとかスポーツイベントとか、まあ、そういったものが主要コンテンツになっていくと思うんですけれども、その街の方向性として、その、まあ、弊社が目指しているのは、まあ、街に行くとなんかいつも新しくて面白い人とか物とかことに出会えて刺激があるな、で楽しいし快適みたいないうポジションを目指しているんですね。で、まあ、有楽町でその街の価値を再構築しているというのは、まあ、その有楽町でその弊社がその築年数が経過したビルがたくさん保有しているので、まあ、今後そのリノベーションとか建て替えとかを進めていくときに、じゃあどうやったらこの街に価値を埋めるか、まあ、イノベーションが起こるような街になるかということを考えたときに、まあ、新しい才能を発掘して活躍してもらって、まあ、訪れる人にまあクリエイティビティを感じてもらう、まあ、そういったことに、まあ、アートが触媒として、まあ、新たな視点とか、まあ、人の流れとかをもたらすのではないかというふうに考えて、まあ、そのアートを通じて街の価値を再構築みたいなことをお話ししています。ですいません、ちょっとスライドが今重たくて共有がぐるぐるしてるんで止まっちゃったんですけど申し訳ありません。これがまあ有楽町でやっていることですね。こう通りまあ、通りのこう壁のところに QR コードを大きく貼って、まあ、携帯でこう写してもらうと、まあ、作品が見えたりだとか、まあ、あとその店舗入れ替えの間の期間だけ、まあ、何か作品展示とか、まあ、その作る過程から見てもらったりだとか、うん、まあ、仮囲いになんかまあ写真のコラージュみたいな、まあ、そういったものをやったりですとか、まあ、いろいろやっています。はい、以上です。ありがとうございます。停止します。固まっちゃったんです。すいません。全然大丈夫ですよ。すいません、オーディエンスの方は私たちですね、常日頃からこういったアート作品の解像度の高い写真をスライドにいっぱい使っているものですから、たまに困ったんです。すいません、申し訳ないです。はい、失礼します。ありがとうございます。その、まあ、このようなその地域活性化の取り組みをその民間が中心となり、まあ、実践することで街の魅力を高めて、まあ、アートや美術館巡りが都市観光における核になったりとか、その先ほどおっしゃったその多様性、訪れるために表情を変える街って作っていくことってすごい大事なんですよね。訪日旅行経験者がリピーターしていただくってこともこれからはちゃんと計算に入れていかなきゃいけないんだなっていうのがなんとなく感じました。ありがとうございます。そうしましたら
そうですね、その訪日旅行経験者が、まあ、一度その日本の旅を経験した人っていうのがこれからどんどん増えていく中で、いわゆるその一昔前の東京、大阪、京都っていうそのシンプルな、まあ、完結する旅事情とは様変わりしたかなと思っていて、その国内第1位の利用者数を誇る羽田空港の馬場さん、はい、国際線の到着コンコースにおけるそのアート作品の展示って結構ニュースになってる、なってたと思うんですけども、うん、どんな効果を期待されるのことなのか教えていただいてもいいですか。前から気になってたんですけど。その今やっているプロジェクト あのスライドは後ほどちょっとお見せできればと思うんですけれども、まあ、どういう効果を期待しているかっていう、まあ、そういったところでは、まあ、羽田空港ってやっぱり日本の空の玄関口として国内国際やっぱりそのネットワークの大きな結節点であるというそのハブ機能を生かして、まあ、羽田空港から世界へ、情報や日本の文化とかを発信するという、まあ、拠点を目指しているわけですね。で、それは、まあ、観光需要を想起させることもそうなんですけれども、インバウンドに対して、まあ、まず到着して最初のところで、まあ、日本の素晴らしい伝統工芸とか文化とか日本の各地で活躍する、まあ、アート作品や匠の技と呼べるような作品や最先端の技術などを空港内に、まあ、展示することで、まず、まあ、それをまず最初に目に触れて、で日本の魅力に触れて感じていただくっていうことがまず狙いで、で、まあ、それを、まあ、見て感じて人がまあ、その、まあ、日本の各地地方を、まあ、訪れてみたいと思わせるような仕掛けとか、まあ、いわゆる東京起点に地方も活性化できる、まあ、仕組みを作れればなというふうにそれを作ろうとしているっていうところが狙いですね。はい、なるほど、ありがとうございます。そうしましたら、それぞれそうですね、この後事前に宿題として出させていただいてたパートに今部分に移りたいと思います。今日視聴くださっている方ですね、さっき青木さんから来たんですけど、エリア開発アート事業に携わる民間企業自治体などの職員、広報担当そして経営層の方が多いと伺っています。はい、でここから先はそのインバウンドに対して地域施設サービスを知ってもらう方法手段として今やっておくべき広報施策を3つ、教えてくださいというところで、教えてくださいって振っといて何なんですけど、トップバッター私からいきますね。お願いします。はい、はい、ちょっと全画面ができないのでこのままいっちゃいますね。はい、まずですね、私からお話しするその3つの広報施策に関しては実際その寺田倉庫で運用してみて、まあ、感じるところを記載しているんですけれども、今寺田倉庫ではですね、施設サービス前に、サービス別に全部で21アカウントのソーシャルを運用しています。21、はい。で、2012年のその、いわゆるスマホ元年以来以降かな、まだそのソーシャルネットワークの運用というものが定着する前は、各部門のソーシャルネットワークを広報がすごいパトロールしたり、ガチガチのガイドラインで、敷いてたんですけど、まだそんな時代でもないかなと思って、私パトロールを卒業したんですよ。素晴らしいですね。いいですね。まあ、それでもね、炎上とか、背中合わせなので、もちろん危機管理というものはしっかり行うべきです。だからそこは、その広報がしっかりと運用ガイドラインというのは定期的にアップデートしているんですけど、まあ、社内の連携を強化することにできれば注力したいので、そちらに時間を割いています。あとは、その、各事業部のその数値的な目標っていうものは、その経過も含めて全社員でその可視化することがもうできているので、すごい効果が出るようになったなと最近思うんですけど、皆さんのところどうですか？そうですね、例えば今ちょうど私たちはいろいろなヒルズでもう森美術館とか結構ね前から SNS で強化してるんですけれども、いろいろな街で どんどん今取り組んでるところなんですけれども、ちょっと逆に伺いたいんですけれども、例えばこういう SNS ってどういうふうに使い分けされてますか？
いわゆるそのサービスのフィードバック的なソーシャルリスニングでいうと、やっぱりツイッターが一番強いかなと思っていて、もう私の朝はエゴサーチから始まり、寝るときもエゴサーチで終わるんですけど、めっちゃ見てます。確かにエゴサーチって、その、ね、両方ありますよね。その、お客様からのフィードバックを見るっていうのでも大切だし、あとはさっきの秋山さんおっしゃったその、リスク管理とか、そういう意味でも、やっぱりエゴサーチ、まあね、いろいろなツールもありますけど、やっとかないとなかなか状況わからないですよね。もう本当、隙間時間があれば見てます。ちなみにインスタグラムはどういう使い方？インスタグラムに関しては、そのやはり芸術文化発信施設って、そのキービジュアルがすごく美しいものが多いし、作品をできるだけ出したいので、やっぱり今一番伸びてるソーシャルなのかなと思います。こちらもかなり使ってますし、あと Facebook はまあ未だにそのターゲティング広告でいうと優秀なんですよね。なのでその広告っていう部分ではこの、Facebook、エゴサーチが Twitter で芸術文化発信のいわゆるブランディングの役割で今重くのしかかっているところでいうと、まあ、インスタグラムなのかなっていう。確かところですかね。その代わりやっぱり作品なので、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけど、版権とかすごい大変ですけどね、管理するのはね。作品のね、著作権、ね、そうですね、著作権も大変だし、その名前一つ間違えると一大事なので、そこはしっかりと作家さんと確認作業を行いながら発信するようにはしてますけども、やはりそれすごく今重要なフェーズに来ているので、かなり力を入れてます。あとその去年の今頃ってソーシャルの発信ってすごいはばかられませんでした？止めました。そうなんですよね。そうで、なんかそのソーシャルの運用担当者がみんなしょぼーんとしてる時期があったんですけど、やっぱりその転んでもただでは起きないなって感じたのが、その間にみんな動画を制作するスキルとか、Facebook の工夫しましたよね。そうなんです、そうなんです。配信のその、なんだろう、広告の配信の単価を下げる努力をしたりとかっていうところで、ものすごいその PDCA が改善されたんですよ。だそれはもう本当自粛期間の唯一の副産物かなと捉えてます。確かに。はい。なんか多分、次女さんとかね、うちとかこう、やっぱり来てくださいみたいなお知らせはなかなかね、そうらしいですね。難しいところがありましたけど、その分いろいろ確かに研究できる時間では本当にありましたよね。うん、そうですね。だからどんなソーシャルが刺さるかっていうのは自治体や企業によって全く違うと思うんですけれども、まあ、それぞれの情報って総務省統計局だったりとか、まあ、リサーチ会社である程度予測は立てられるので、うん、これも昨日全部調べてたんですけど、あまりにも多くて途中でちょっともう断念してエトセテラって書いちゃったんですけど。はい、まあまあ、そうですよね。確かにね、もうね、そうですね、リンクトインとか、あと WhatsApp とか WeChat とかもね、ちょっと日本では使う人そんなにどれぐらいいるかわからないけど、グローバルで見たら、そうですね、羽田空港さんとか、そういう意味ではグローバルなこう SNS いろいろリーチするのって結構今後重要そうですね。そうですね、もう本当はそこはこれから力を入れていかなきゃいけないところではあると思ってます。もう今の本当に先ほどの脇山さんの話じゃないんですけど、このコロナの中でやっぱりその集客とかってあんまりこうイベントみたいなものとか羽田空港ではまあ人を呼べないっていうところもありましたので、やっぱりその最近なんですよね、公式 YouTube のアカウント作ったりとかっていうのもありまして、まあ、動画とかやっぱりインスタとかっていうのはどんどんこれから活用していかなきゃいけないのかなっていうのはあります。はい、そうですよね。でもまだまだ間に合うのでみんなで頑張りましょうっていう感じです。はい、ありがとうございます。で、2つ目がですね、まあ、冒頭でさっき萌一さんすごいいいことをおっしゃってたんですけど、感性価値の重要性が増してる、アートが果たせる役割は大きくなってるって、まさにこれってそのなんだろう、最近そのインスタグラムのユーザーが国内外で増加傾向にあるのってそこだと思うんですよね。その、まあ、デザインやアートには国境がない。なので、私たちはあまり文字だらけの情報発信ではなくて、こういったそのビジュアルに訴えかけるような、UI とデザイン、写真をできるだけ使うようにしたものに取り組んでいます。はい、本当にそうですよ。そう、今はそうですよね。で、3つ目、こちらはですね、助成金実証実験など、これかなり皆さん身近だと思うんですけど、
観光庁の実証実験とか助成金って多分今日聴講されてる方って皆さんご存知だと思うんですよね。じゃあなんでインバウンドサミットで文化庁助成金制度を紹介するのっていうところです。それ理由があります。これはぜひしていただきたいんですけれども、文化庁の助成金ってもはや文化関係者に限定した事業じゃなくって、その DMO など観光事業者との連携が必須条件に加えられたりとか、補助率がそれでアップしたりする要件になるものが増えてるんですよね。で、先ほどご紹介させていただいた寺田倉庫の現代アートミュージアムの WAT、 こちらもそうなんですけど、その申請と審査において、その周辺企業、自治体、交通事業者などとの連携がすごく審査の段階で重視されるようになったんです。でこれが、結果としてその周囲を巻き込み、大きなダイナミックな取り組みをするきっかけにもなったので、ぜひその観光庁だけじゃなくて文化庁の制度もうまく活用していただけるとすごくいいなと思いました。で今文化庁と観光庁の担当の方に昨日連絡して、今推しの助成金は何ですかって聞いたら、この3つが出てきましたので、皆様に共有させていただきます。はい、観光庁さんちょっとね、期限があと2週間ちょいなんですけど、まだ間に合うかなと思いますので、もし興味ありましたら、ホームページご覧いただければと思います。多分ここにいる皆さんはすごい活用されてます。ねえ、皆さんどうですか、羽田空港さん結構されてるんでしたっけ。そうですね、ちょっと今スライド投影しちゃってもいいですか。いいです。今その最新のさっき言ってた国際線、じゃあちょっと待ってくださいね。はい、なんかこういうのってもちろんこうお金っていうメリットもありますけど、やっぱりそのプロジェクトが開かれるっていうか、パートナーが増えると、そういう、こう女性元からも情報発信していただけたりとか、その情報の流通する業務も増えるから、増えるっていう意味でも非常にいいですよね。そうですね、やっぱり国に支援していただく事業をその自社が営んでるってことは、その現場の方々のモチベーションにもつながりますし、対外的な方に対してもそのクレディビティにつながりますよね。それはもう絶対ありますよね。画面見えてます？見てますよ。今すいません、早速すいません、これ今今年の2月27日から、空港でやっている文化庁によるカルチャーゲートトゥージャパンプロジェクトっていうものがありまして、でこれは第2ターミナルの国内線の方で、展示はされてるんですけれども、なんて言うんでしょう、これはですね、7つの空港、新千歳と成田、羽田、関空、中部、福岡、那覇で、こういった文化庁によるメディア芸術日本文化発信プロジェクトというのが行われております。で、羽田空港と成田空港で、展示のテーマがビジョンゲートということになってまして、これは全体的にこう、何でしたっけ、日本を訪れた、方たちが、その日本、各そのキュレーターにパオラ・アントネッリさんという方をお迎えして、で各アーティストさんが日本の文化を独自で感じたものを作品にしているということになっております。でこれはラッパが68本のラッパで、音が細々と日本語の母音とかを、いろいろプログラミングして、で細く長くこう音を出して調和っていうか和音みたいな形でサウンドとして流れているっていうものになっています。で、これは、映像作品、これが国際線のところでプロジェクトで流れているものなんですけれども、それぞれのアーティストさんが日本をイメージしてそれぞれ作品を作っているって、これはゲートでこういったデジタルサイネージで流しているっていうものになっております。で、スライドはこれだけなんですけれども、じゃあすいません、ちょっとこれの時の広報 の、活動っていうか、それをお話しさせていただければと思うんですけれども、このプロジェクトっていうのが、当社グループ羽田未来総合研究所っていうところが国際広報をなんかどうやら担当ということになってまして、やっぱりその担当者から聞くと、いろいろその広報活動
に対してそのアートカルチャーにアプローチする、これが主にやっぱり欧米中心ということと、あとはなんかトラベル系にアプローチする、これはなんか別のところが担当されたようなんですけれども、そういったことがあの、まあ、分けて、アプローチしたということ で、 であのその海外の、媒体に対してやっぱりそのなんていうんですかね、あのいろいろこうクリエイティブとかアートを業界をターゲットした媒体だけではなくて、やっぱりその どんな媒体にあの発信していくかっていうのをすごい選定を、まあ、あのいろんな個人的な人脈を使って工夫したっていうふうには言ってましたけれども、まあ、あのアートだけではなくてファッション業界とか芸術デザイン、音楽とか文化とかカルチャーシーンとかをこう包括的に扱うメディアにあのちょっとアプローチしたり、あとはやっぱりそのインフルエンサー、世界のインフルエンサーに愛される、まあ、そのメディアとかをあの、まあ、ターゲットにというかあの発信してもらったりっていうのがあったというふうに聞いています。であのインスタグラムとかやっぱりその綺麗な映像っていうところですごく、まあ、今力を入れたいっていうところもあるんですけれども、なんかあのこれはあの試してみてっていうか私も初めて知ったんですけど、羽田空港の公式アカウントのインスタとかでこういったもうアートにあ の作品を載せてもあのあんまり伸びなかったらしいんですね。それでなぜかというと、あの当社はやっぱりその飛行機とか空港とかあのそういったニッチなというか特定ファンが結構多いので、なんかそのアートに引っ掛けてちょっと端っこの方に飛行機が飛んでるとか、なんかその絵をあの工夫するとかなり飛躍的に伸びたっていうだからことが今回のあれで分かったということなので、これはいろいろ使えるなというふうに思いました。でそれであとはそのなんていうんですかね、これ今回なんか 2,3 週間でプロモーションとかをしなきゃいけなかったようでして、でもう本当に時間がなかったのでちょっと反省点というのは、その本来はこれ7つの空港でプロジェクトやってたので、まあ、その7つの空港との連携が取れてこうプロモーションとかをできなかったのっていうのがすごく反省点だというふうに言ってました。であの先ほどその連携、行政との連携とかっていうあの脇山さんがおっしゃってたんですけれども、まあ、これはまあ文化庁のまあアートプロジェクトっていうことなので、まあ、あのあれなんですけれども、羽田空港はそのアートだけじゃなくって、その2016年とか羽田ロボティクスラボっていうところをあのまあ、あの実証実験とかを、まあ、政府が進める改革2020っていうので、まあ、国土交通省と経産省と、まあ、あのいろいろ連携して、まあ、そういったあのロボットの実証と、まあ、実装導入とか目指すため、そういう 羽田空港という場を提供して、まあ、そういったプロジェクトをやったりもしていました。はい、なんかすいません、なんかちょっとあの突然長くなりましたけど大丈夫ですか。はい、はい、まああのなんだろう、冒頭 の、 そのソーシャルの話戻りますけど、そのあんまりこう1回始めたソーシャルは絶対に最後まで運用してねっていう時代でもないので、あのなんかやって反応が悪かった時はもう変えればいいんだっていうぐらいのフレキシビリティがあってもいいのかなと思いました、うんうんうん、はい、じゃあちょっともうそろそろクロージングが見えてきたのではい、じゃあ、酒井さんお願いします。はい、3つですよね。あの弊社からは準備編みたいなお話をしたいと思います。まずですね、まあ、自分たちの経営資源とか長所短所をとらまえて、まあ、所属する集団の目的を整理するっていうところですね。まあ、例えばあの弊社の場合、経営資源というと、まあ、事業ポートフォリオの多様性と、あとアセットの多さ、あと人とのこう接点の多さだったりするので、あのそれに加えて、まあ、集団の目的が街づくり通じて、まあ、社会に貢献するということなので、何ができるかなっていうふうに考えると、例えば先ほど SNS のお話にありましたけれども、まあ、私たちで SNS やってもいいんだけれども、街に来てくれた人に SNS で情報を発信してもらった方が、まあ、より効果的なんですよね。なのであの来てくれる人を増やして、でその方に発信してもらえるような感動の仕掛けを何か用意する、そういうイベントなり企画なりを用意するっていうようなところなのかなというふうに思います。あとこうアセットがたくさんあるので、デジタルサイネージとかたくさんつけて、まあ、そこでいろんなお知らせとかイベントとか見てもらえるようにする。で、まあ、接点がこうなくなって、コロナとかで、まあ、今後人の行動とか流れが変わるっていう時に、まあ、じゃあ今まである接点がこうあり当たり前のものじゃなくなるよねっていう局面もあの課題もありますので、まあ、それはコロナ前からずっとその人の行動変容とか
デジタルを通じた個人に最適化されたような個人の顧客行動、顧客体験になってますので、デジタルを活用した取り組みっていうのもかなり重要視しています。ひょっとしたらデジタルツインみたいな発想になるのかもしれないですね、うん。で2番目にその、今経営資源確認して長所短所とらまえて、集団の目的を整理した、その後に自分たちの置かれたポジションみたいなものをとらまえることが必要だと思います。例えば三菱地所だったら丸の内っていう言葉、地名は実は六本木とか渋谷より知名度が低いとかで、なんかやっぱりなんかそういうファクトがあると思うんですよね。で、企業広報として大事なのが、自分たちの事業や取り組み、イベントとかを外に発信するっていうこともあるんですけれども、それと同じぐらいに重要だなと思ってるのが、社会の意見や反応とかを、会社とか事業部とか担当に届けるっていうことだと思ってるんですよね。なので、私たちのポジションは今はそれぐらいです。だから具体的にどうしたらいいのかっていうことをエビデンスを持って一緒に考えていく、そういうことが大事なのかなと思います。あと3つ目に大事なのが、自分たちの伝えたいこととメディアと社会が知りたいことに、どうやって橋を架けられるか、どうやったら橋を架けられるか、手段とかツールも含めて考えていくっていうことです。で、各メディア、各記者さん、それぞれ自分たちの読者、視聴者抱えてますよね。で、その人たちに対しての、情報発信をしているので、編集方針とか、情報の取り扱い方もそれぞれ変わってくるんだろうなと思ってます。なので、同じ一つの物事でも、NHK の報道番組と、あと情報番組では、切り口が全然変わりますよね。で、WBS さんともやっぱり変わるので、それぞれの切り口に合った情報、見せ方を、用意していくっていうところだと思います。あとメディアさんの大きい仕事の一つ、役割の一つに、社会課題を提示してその解決できるような方策を指し示すっていうような役割があると思うんですよね。で、一緒にそのステークホルダーであるメディアさんと何ができるかなっていうことを考えるときに、一緒になって課題は何かを考えたり、読者視聴者にどんな情報を届けたらいいのかっていうのを、企画ごと一緒に考えていく、それはテレビなり新聞なり雑誌なり、ちょっと画伝飲水的な発想は一旦置いて、フラットになって今社会って何求めてるのかねっていうのを考えて、相手の立場に立ってやっていくっていうことも大事なのかなと思いました。以上3点です。ありがとうございます。そしたら、ちょっと私今手元ですごいまとめに入っているのですいません。もいちさん、はい、鳥をお願いします。パパッとでは、森ビルでちょっと考えた、私考えたのは3点あります。割と包括的な話なんですけれども、一つはメッセージ、さっき皆さんからいろいろ脇山さんからも出てきましたけども、今自由にみんな発信してあんまりコントロールしませんということになったときに、やはりちゃんとしたメッセージがみんなと共有できて、これって非常に重要で、だからこそみんな自由に発信できるのかなという気がいたしますので、そのメッセージを繰り返しみんなと共有していくということが大事かなと思っているのが1点で、2つ目がですね、今ちょっと これこの間お花の親子って、村上隆さんの作品を六本木ヒルズで、コロナ禍に少しでも明るいメッセージを皆さんに届けたいということで設置をしたのですが、この時どういうメディアでどういうコミュニケーションを取ったかというのをざくっと、プロットしたものです。やはり、ターゲットがいろいろなので、重層的なメディアの展開した方がいいというふうには思っています。先ほどのお話もありましたけど、やっぱりもう時代とかターゲットによってどんどんメディアって変わっていくし、同じ SNS の中でもこれをやったりあれをやめたりということがあると思うので、そこのメディアの部分は可変だったとしても、やはりメッセージとターゲットっていうのがしっかり分かっている、あるいはそのターゲットっていうのが、今タッチポイントもいろいろありますので、同じ、ターゲットの人でも、その人のある種のカスタマージャーニーみたいな想定して、メディアが全体的にこう設計できていると非常にいいのではないかと、その重層的なメディア展開というのが2つ目で、3つ目がですね、そのようなフレキシブルにいろいろ情報を発信していくっていうときに、案外重要だなって思うのが、運用の体制っていうのをかっちりしておいた方がいいと思うんですよね。やっぱりその安定的、継続的にやりつつ、常に新しいことをやるっていうのって結構労力がいるので、新しいことにやっぱりリソースをしっかり割くためには、
きちんと仕組み化できるところは仕組み化しておくというのが、外の外部のパートナーの人にお願いするということもあると思うんですけども重要かなというふうに思っています。簡単ですけど、私この3点を共有させていただきます。簡単そうで難しいんですよねちょっとこうまとめのこうね前にいいかなというぐらいで簡単にまとめさせていただきました。ありがとうございます。ちょっと今皆さんからいただいたのですね、今日の聞いてくださった方々へのお土産として Today's Conclusion ということで入れさせていただきました。いやなかなかアートと広報ってピンとこない方は多かったと思うんですけれども、アートという言葉を なるべく広義に捉える、その資源というものは全然現代アートに限らず工芸品だったりとか、まあ、はたまた人ってこともありますよね。まあ、人工物っていうものですよね、語源だと。そうですね。だからそこをどう生かすかっていうのが、すごくその、今回のこのセッションのキーになるのかなと思います。まあ、特にその、酒井さんがおっしゃった世界に通じるその経営資源、観光資源、街の魅力を抽出っていうのは、結構時間かけてもしっかりやった方がいいのかなと。そうですよね。そうだからやっぱりこうなんか有名な現代アーティストとかと組む必要って必ずしもないと思うので、何もないのも魅力っていうのもあるじゃないですか、都市部って。自身がこう考えていくと、都市は都市の魅力もあるし、何もないところは何もない魅力もあるし、あとこう普通の日本人の生活が見れますも魅力になるかもしれないし、ポジションと、そうですね、見るといいのかなと思いますね。そういうやっぱり街の方向性、志みたいなのをシェアできる、同じ方向を向いてるアーティスト、職人さんなのか、そういう人たちと組んでいくっていうのが、どういう人たちと一緒にやるかっていう時には重要な気がします。確かに本当そうですね。なんか、さっき LINE で知人から、すごい、ライバルとセッションしてるんだねって。そうそう、でも、確か国内市場においては、私たち、もしかしたらライバルっていうものになるかもしれない。でも、インバウンドの領域ではライバルじゃないですよね。まさしくそういうことだと思います。はい、オールジャパンで、あるいは東京全体で。ワンチーム。自力高めていかないといけないので。そうですね。国内市場での敵は、訪日市場ではワンチームっていうルールのもと、こうやってナレッジシェアをしてるわけですから、私たちも包み隠さずね、できるだけ今日聞いてくださった方々に、明日からでも実践できるようなことをなるべく伝えたいよねって話を最初からさせていただいてたので、それが少しでも皆さんの役に立てるとすごく嬉しいなと思います。残すところあと3分となりましたが、一言ずつじゃあ行きましょうか。馬場さん。はい。そうですね。もう今回は本当にいろいろ勉強させていただく、アートっていう切り口だとやっぱり羽田空港やっぱりこれからっていうところもあるんですけれども、やっぱりインバウンドであったり、日本の各地、とかっていう、羽田空港からいろいろ素晴らしいところを送客していくっていうところはもう本当に羽田空港お役に立てると思うので、町の活性化も含めて、東京にしろ地方にしろ、一緒にやっていくっていうのができたらいいなというふうに思ってます。本当今日は大変勉強になりました。ありがとうございます。はい、じゃあ森さん、酒井さんいきましょうか。はい、はい、そうですね、やっぱり事業者としては皆さんと連携しながら、もう本当町としてもいろんな方と関わってるし、あと町同士の連携というのも大事になると思うんですよね。そのモビリティつなぐとか、シームレスに寺田倉庫さんの天王洲と六本木と丸の内つないでいくとか、でアートイベント一緒にやるとか、なんかこう全体でこう盛り上がっていくことも大事なのかなと思いますので、これきっかけにいろいろ連携させていただければなと思っています。あと寺山修司の作品で、なんかその書を捨てよ町に出ようみたいな中のセリフで、そうやって腰掛けて待ってたって何も始まらないよっていうこうセリフがありますけれども、書を捨てなくてもいいので町へ旅をしようっていうようなことをメッセージを、はい、これから出していきたいななんていうふうに思っていきます。いろんなツールを使って出していきたいなと思ってます。はい、じゃあちょっと渡辺さん最後に一言お願いします。はい、
一言、私はこの今ご覧いただいている方にそれでもお伝えしたいのは、やっぱりアーティストとぜひ組んでみてくださいと。アーティストと向かい合うと、もちろん大変なことあるんですけれども、相当、気づくものとか得られるものあると思うので、ぜひ挑戦してみていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。では、こちらのセッションを終了とさせていただきます。引き続きインバウンドサミットお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。